子の作り方。使用する風船はこちら。260青、尻尾を5センチ残して膨らませます。適当な長さのバブルを2つ作ります。かぶる人の頭の大きさに合わせて調節してください。口巻きとひねり合わせます。同じ大きさのバブルを作り、反対側に絡めます。3センチのバブルを作り、残りはしぼませます。頭にかぶせます。これで完成です。お疲れ様でした。